加賀京一郎シリーズどちらかが彼女を殺した、どちらかが彼女を殺したは、東野敬語による推理小説。加賀京一郎シリーズの第3作。1996年6月6日に、講談者ノベルスが刊行され、1999年5月15日に、講談者文庫版が刊行された。OL である、泉その子は、ある日路上で絵を売っていた。 つくだ淳一と恋に落ちる。しかし親友である、湯葉かよこに、淳一を紹介して、数ヶ月が経ったある晩、淳一から別れを切り出される。淳一がかよこに心変わりしたのが原因と知り、その子は深く絶望する。それから数日後、その子の愛に交渉は、遺体となった妹を発見する。 巧妙に自殺を偽装されていた者の肉の親としての直感から他殺であると感破した交渉は、自らの手で犯人に裁きを下すことを決意する。やがて、淳一とか横にたどり着いた交渉は確信する。淳一とか横、どちらかが彼女を殺した。加賀京一郎ついては、加賀京一郎シリーズ登場人物を、参照犯人が最後まで明かされないため、 講談者ノベルスからの初版が出た直後、編集部に犯人が誰かについての問い合わせが殺到した。これを受けて文庫化の際、袋閉じの解説がついた。ただし、ここでも犯人の名前は直接書かれていない。文庫化の際、本文中のある重要な記述を削ったため、読者にとってはさらに難度が上がったものとなっている。ありがとうございます。